いいですね。すいません、お待たせしました。どうぞ。そのサンドタワーってどこ？ね、あの手前らへんですね。あの奥側の、そう、みんなキミコさん狙い。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。ありがとうございます、差し入れ。おはようございます。おはようございます。あ、すごい人いっぱい。カゴが足りない。ちょっと想像以上に。こんにちは。こんにちは。今日ですね、東寺園フェス2日目ということで公開生収録を行っております。はい、ちょっと大勢のギャラリーの方に、大勢のギャラリーの方に、はい、ということで今日なんですけども、ちょうど赤松の芽が出始めてきた頃でして、はい、その芽かきをしながら、針金かけをしていこうかなというふうに思っております。使う木はこちらの赤松になります。はいはい、これは売り物だったやつですか？売り物だったやつですね。まず木の特徴から説明しますと、まずこの元の方からですね、細い幹と、太い幹両方に分かれております。これ相関という樹形になりますね。でどっちかというとこちらが子供というか、うん、ちょっとちっちゃい方で、これがメインとなる主幹の部分になるんですけど、この大小の竿を使った生かした盆栽にしようかなというふうに思ってます。じゃあやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ここでタイトルが入りました。ここで、はい、はい、ということですね、はい、まずざっとこの木を見ていきたいんですけども、ここに細い幹、ここに太い幹がありますけど、やっぱり盆栽っていうのは流れっていうのを作らないといけないんですね。でその関係で言いますと、細いこの幹の方に木は流れるっていうのがセオリーになってます。なんでかって言いますと、強い風がこちらから吹いて、メインの幹がこの壁となってですね、このちっちゃい子供たちを守るんですね。例えばこういう状態ですと、ちっちゃい細い幹でやられてしまうんですけど、この状態、このメインの幹が守ってくれるから子供が元気に育っていけるっていうような状況を表すので、基本的にはこの細い方が流れの元になるというか、うん、考え方の元になるというわけです。はい、はい、なのでおのずとこの木っていうのは、皆さんから見て左流れの木になります。はい、まず最初にですね、この木っていうのは、おそらく7月、まあ6月後半か7月頭に芽切りをした木なんですね。で新しい芽がだんだん生え揃ってきたような、状況になります。分かりやすいのはですね、この辺かなと思います。芽切りっていうのは伸びた芽を切って、その元からちっちゃい芽が出てきている状況なんですけど、ここは切った部分ですね。でこの2つが芽切り後に出てきた新しい芽になります。1つの芽を切って2つの芽が出てきた。そうです、そうですね。で元気のいい部分があれば、そこからは、2つ以上、3つとか4つとか一緒に出てきてしまうんですけど、あでもこれがそうか、3つ出てきちゃってるんですね、ここはね。うん、でいつもちょっと動画の方で説明してます。こういうの見たことある人いますか？もう僕あの名前をつけました、これ。あ、つけた、はい、ついに。カンタの法則でいきましょう。フレーミングの法則とかありますよね、こういうのね。カンタの法則でいきたいと思います。この手が何を表しているかと言いますと、これが全て出てきた新芽と考えてください。で、まず最初にですね、赤松とか、まあ、五葉松、黒松っていうのは、針金かけるときに基本的に下に下げて枝を作ります。なんでかっていうと、松っていうのは、まあ、モミジとかカエデとかに比べて枝が柔らかいんですね。なので自然界で長く木が、まあ、成長していく段階で葉っぱの数が増えたりとか重さが出てきた状態でもポキッと折れずに、長く枝が育つので下に下げて古さを表すんですけども、この木も基本的には枝を下げて作ります。その時に横横に生えてる芽を残すと、まあ、一番綺麗に見えるんですね。なのでこの今の芽の状態、これをこう下げた時に横横に残るのっていうと人差し指とこの薬指、うん、
もう一つ観点があって、なんとなく両方の2つ残す目を同じ均等の長さにしたいんですね。バランスで言うと強いのとちっちゃいのを残すんじゃなくて、中くらいのを2つ残すと一番、まあ、バランスがいいと言われてるので、これで言うとな、まあ、中指は強いです。しかも上向いてます。で親指も強いですけど下向いてます。小指も弱いですけどこれを下向いてます。人差し指と薬指は長さも同じようだし、横向きに向いてるので、こうやって残すと綺麗な目が作れますよっていうのが、このカンタの法則。カンタの法則ということです。はい、これを覚えて書いてください。非常に分かりやすいと自分では思ってます。でこれで言いますと、今ここの部分に3つ目が出てます。その部分を2つにしてしまいたいんですね。これで言うと枝をこう下げたいんです、うん、その時にまずここの部分、この目は下向きに出てしまっているんで、こういうのを取ってあげます、はい、そうすると新しい目が横横に V 字に残るっていうのが考え方です。曲げた後の位置で考えなきゃいけないんですね。そうですね、はい、っていうのを最初に枝抜きとしてやってあげます、はい、全部 2目ずつ2目ずつやっていくっていう感じですね、はいはい、この作業はいつぐらいまでできるんですか？本来はですね、芽がしっかり生えてくる今の時期から冬までにやった方がいいかもしれないですね、うん、でそうすると来年の芽数が抑えられるので、無駄な力を、要は切ってしまう芽に無駄な力がいくことを減らせるので、はいはい、っていうのをざっとやっていきます、はい。あとですね、ちょっと汚い古っ葉は取っていこうと思ってます、はい、皆さんちょっと、はい、フェスに来ての感想を聞きたいなと思うんですけど、なんか何か感想を言っていただける方いらっしゃいますか？ちょっと今目があったお兄さん、ちょっとなんか感想をいただいてもよろしいですか？初めてのフェスだったんですけど。あ、そうですか。はい、いや、すごい人で賑わって、いい気もたくさんあって、逆になんかすごい迷っちゃうなって。あ、はい、楽しかったですか？楽しかった、楽しかった、良かったよ、楽しいです、はい、昨日はですね、開始直後から多分30人ぐらい並ばれてたかな。30人ぐらいはいたんじゃないですかね。いたっすよね、うん、で、まあ本当にわあちょっとすごいですねって動画を自分で撮ってたんですけど、その動画見たら8時5分って書いてあったので、その時点でもうすごい方がいらっしゃってたんだなっていうのを改めて家帰ってから感じました、はい。ざっと芽かきとちょっとしたフルパトリが終わりました、はい。でこれから針金をかけていきたいんですけど、今この大小の差があります、うん、でその中で、若干こっちのメインの方がですね、長すぎるかなっていうのは印象です。この下の下に比べてですね。なのでもう頭をもう切り落としちゃおうかなと思ってます。でどこで切り落とすかっていうと、僕のバランス的にはまあここが頭で、ここまで落としちゃった方がいいかなっていうのは。これ全部切っちゃうってこと？ここはいらないです、その方が大小のバランスから見てもちょっとこれが小さく見えすぎるというか、タッパが高くなりすぎると思うんですね、はい、でもう少し頭の高さを抑えてあげた方がいいかなと思ったので、ここまで切り詰めようと思ってます。際で切るんではなく少しだけちょっと今回は残して切ります。はい、こんな感じかな、うん、大小のバランスでいうと多分これぐらいが一番いいのかなと思ってます。はい、はい、そうしましたら、元の方から針金をかけていきたいと思います。まず小さい方から針金をかけていこうと思います。使うのは16、14。小さい方からかけるのは、はい、枝として見てみたいなことでいいのかな。うーん、一枝目を先に決めるみたいな感覚。まあそうですかね、うん、僕はどっちかというと下から決めていくので、はい、で針金をかけますけども、今回はですね2本とも地面から刺して針金をかけます、まあ、太い幹にかけるときに地面に刺すんですけど、基本的にこういう場合はですね、なるべく綺麗に作りたいので後ろ側にまずは刺します。そこから
針金を前に持ってきてあげると綺麗に見えますね。盆栽って美しいものを作らないといけないので、そういう観点から後ろ側に針金をかけるといいと思います。これで自由に動くようになります。ただこれ導線なので一回曲げると曲がりついてしまいますから、なるべく慎重にどうやってやっていくかって考えながらやっていくといいかもしれないですね。まっすぐよりかは少し曲があった方がまあ面白いかなと思いますので、こんな感じかな。で今度大きい幹にかけていきます。この木と対比で少しやっぱり太い幹なので、やっぱ針金も太くしないといけません。なんでこれぐらいでかけていこうかなと思います。これだと12番と言いますね。針金をかけるときにですね、どれとどれをかけるかっていうのを考えるんですよ。基本的には近い同士でかけたいんですね。この幹でいうと下から数えて、これが1本目、これが2本目です。この近い同士でかけていきたいんです。で基本的にはこの2本目の枝の位置、もう懐というか、もう人間でもここ脇には絶対に針金を入れるようにしてやった方がいいです。何かというと、次に針金をかけるときに間が開かなくて済むんですよ、見た目の話なんですけど、そういうのを意識しながら、針金をかけてます。ちょっとピッチはずれちゃうかもしれないですけど、そうやってやった方が見栄えがいい木ができます。1本目にはかけなくてもいいんです。2本目には絶対に脇の下に入れるような感じでやってみてください。そうしましたら、今度は、細い針金を使って枝を作っていきます。2番目と3番目の枝の間が、はい、少し間延び感があると思うんです。ここはどういうふうに考えて、やっぱり分人技なので、基本的には間って重要なんですよ。結構模様着だと枝がみっちりないといけないだったりするんですけど、分人技の場合はここにあこの空間あったっていうんであれば、やっぱりそこは生かすべきなんですよね。変な話、均等にトン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 っていうリズムよりかは、よく演習の刃物が言うのはトンツートントントンとか、まあ、そういうなんだ不規則なリズムの方が自然味があるよっていうのは言うんですね。なのでここってことですね。そうそうそう、これは上から枝を下げてくるとそこはカバーできるのかなと思うんですよね。最初に植える前と植えた後でだいぶ姿変わったりってあると思うんですけど、あれってなんかやる前からイメージしてたりするんですか？どうなんでしょう。それはね、設計図書くまでは僕はやってないですね。けど大体こうなるだろうなってのはイメージはありますね。大雑把にはやっぱりもうやるんです。やっぱりこれはこうなるだろうなってのは思いながらやるんですけど、たまにやっぱりこっちの方がいいなって思う時あるんで、そういう時は変えますね。臨機応変なところがいいですね。そうですね。あとは、まあ、もちろん枝が折れたとかそういうのもありますし、逆にちょっと見えなかったところが見えて、あ、こっちの方がいいなって思ったりとか。中さんの、はい、感性はどこでこう勉強してるんですか？いろんな企業を見てるとは思うんですけど、本だったりとか実物なのか。実物の方が多いですけど、いろんな木を見るんですけど、その人はなんとなく 僕らだといろんな人の作品って見たらなんとなく分かってくるんですよ。あ、この人こういう作風だから、あ、もしかしてこれ作ったのこの人かなみたいなが分かってくるんですよ。そうすると、あ、この人のいいところはここだからそこは真似できるなとか、逆にこうした方がいいのになとか思いながら見ているので、やっぱいいのをどんどん見て吸収してるって感じかなと思うんですけどね。で、人の盆栽を見て、うん、自分にそう活かせるところは何かなって見てやってるですね。で、盆栽店も行っても勉強になる感じですかね。あ、まあそうですね。あとはこの発想なかったなとか、
そういうのは思いながらやりますね。見ますね。一番参考になったというか、参考にしてるのか分かんないけど、なった盆栽師さんは誰ですか？いろんな参考があって、針金かけで言うと、これから来る方ですね。あ、そう。はい、今日、所沢園芸のが来る。そう、僕はあれね、森尾さんの。お父さんの方が一番参考になった。参考になったっていうか、僕の針金かけをの基礎になった。へー。1時間とか2時間とかですね。教えてもらったというか。そうそうそう。上達のコツなんて、上達のコツは根本的な上達のコツ教えてください。上達のコツは、でも上達って言っていいほど僕が上手いかが分かんないですけど、評価は受けたいですよね、いい悪いの。あ、自分でやってると多分これでいいんかなでずっとやってくるじゃないですか。僕らって対、まあもちろん師匠というかがいて、対お客さんっていう立場がいて、対商売がたきというか、違う縁の人にも評価されるんですよ。それで、あ、ここがダメだったら売れなかったのかなとか、怒られたのかなとかって評価が受けられるんですけど、自分でやってる方だとそこってなかなかないかなって今思ったんですね。だから、まあ、こういうところでね、教室がやってるから、そういう先生に聞けるっていうのはいいポイントかもしれないですけど、なるべくなんかその聞ける存在がいた方が上達していくんじゃないかな、評価をしてくれるというか。でその評価もね、もちろん人によるんですけど、この人分かってねえなと思う時もあるけど僕もけど、まあそれはそれじゃないですか。なんでじゃあこの人はダメと思ったんだろうなとか、あ、じゃあそこを改善したらもっと万人受けするのかなとかっていう評価があると上達するのかなって。いいっていう評価も欲しいじゃないですか。でいいって評価ももらえないじゃないですか。そうそうそう。これはツイッターとかインスタとかでもいいんですか？でもその評価の対象っていうのが、そのどこを目指すかによって違うと思うんですよね。プロに通用するぐらい上達したいのか、趣味の世界で上手くなりたいのかでも違うのかなと思うし、ってなると趣味の世界の、まあ、古株の人たちに評価を受ければ趣味の世界では上達するかもしれないけど、僕らの世界だともっとシビアな世界になってくるんで、そっちに行きたいんだったらそういう人たちに評価を受けるとかなのかなって自分なりには思ったりしますけど、こっちかな。でも頭が、あ、それを下げるんだ。頭がね、ちっちゃいけど今数を増やしてって感じだよな。今最後に下げた枝ってもっと短かったら頭にしたんですか？それもあるんですけど、あ、でもそれが近いかもしれないですね。一番はやっぱり長いっていうので、やっぱりこっちの方が短いので、こっちを枝数増やしてった方が頭になりやすいかなと思ったのでこうしましたね。もうちょいね、ここら辺に芽があったら理想なんですけど、まあでもこうやって広げてあげればここからも出てくるので、また後で短くできるかなと思いますし、すいません、この辺の枝がいらないかな、別がもっと見せてあげた方がいいと思うんで、ここはいらないです。すっきりしたかな。どっちかっていうと今芽がだれてるんですね、この辺の。芽起こししても上がってこないので、これはしょうがない。ちょっと短くするかな。それ元気がないから？いや、普通に新芽だからってこと。新芽だから。このままかな。はい、はい、出しました。完成。ポイントとしましては、まずこの大小の動きを出してあげたっていうのと、高さを抑えた分、この大小のバランスは取れたかなと思ってます。しっかりこの枝に強調させるために、ここには若干の空間を持たせてあげる。ここの枝も外したことによって、よりこっちの木にも芽がいくようになりました。
なるほど、はい、で今後なんですけど目数を増やしていって棚をしっかりやっていていただければもっともっと樹角は上がっていくと思いますし、うん、長いところも若干残してるんですね今。なのでもう少し懐から芽が出てくれればそこで立て替えをして短くしてあげるともっと締まった印象になるんじゃないかなと思います、うん、っていう感じで作ってみました。創刊の文人というか吹き流しというか、はい、気になりますということで、ということで今回じゃんけん大会でこの中の皆さんに当たった方にプレゼントしたいなと。おお、皆さんいれば、しければ、いらなければもう。じゃあじゃんけん。じゃあカンタ君に。じゃあ僕が王様にですね。王様？じゃあ王っていうかホストで。そうね。はい。カンタ君に勝った人だけ。にしようか。最後に勝ち残った最後に。そうそう、アイコも負けで一回やってみましょうか。はい、じゃあいきますよ。いきまーす。最初はグー、じゃんけん、はい。あ、チョキチョキ。あ、三人、チョキ三人。四人です。四人？四人。あ、後ろに。じゃあもう一回？もう一回いきます。じゃあその四人の方ですね。じゃんけんしますよ。はい、最初はグー、じゃんけん、はい。あ、全滅。全滅。ってことは？最初から。最初から。じゃんけん。はい。グー、三人。グー、三人。で、三人でじゃんけんしますか？あ、その方がいいですね。その方が決まるから。はい。最初はグー、じゃんけん、ぽい。おー、一人勝ち。おめでとうございます。いりますか？いりますか？じゃんけんしたじゃん。はい。ということで動画の内容的には何ですかね。ちょっと内容の少ない動画かもしれない、はい、けど、まあ、こういう感じでね、はい、ちょっと公開収録しましたので明日はあの昼間さんが、はい、昼間先生明日何を。いや、まだ全然ノープランで、はいはい、という感じでじゃあ皆さんも明日は来ていただければと明日もね、はい、思います。本日は、皆さんちょっと暑い中ご観覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また来年もですかね、できればいいかなと思いますのでその際はぜひまたお越しいただければと思います。はい、じゃあこの動画がいいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。皆さん聞けますよ。Please subscribe and thumbs up. Thank you. はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。